たかし、俺の家には小さい頃から引きこもりのおじさんがいた。50から60くらいの白髪、白ひげで、随時家の中にいて何もしない。当時じいちゃんはちゃんと二人いたから、祖父というわけでもないようだった。しかも、親父とかおふくろは、そのおっさんのことを、たかしと呼んでいて、小さい子の面倒でも見るように接していたので、余計におっさんが何者なのか謎だった。そして、物心ついた時には、もう家にいたたかしに、それほど大きな謎も持たないまま、俺は小6になった。俺たちの学校では、卒業前に修学旅行があるんだけど、当時俺の家は相当貧乏だった。別段贅沢をしているわけでもないし、両親共働きなのに、我が家は貧乏だった。だから、当然のように高いお金のかかる修学旅行の参加は断念された。残念だけど仕方ないと思っていた。だがどうしても修学旅行に行けなかったというイライラは消せなかったのだろう。そしてあの事件が起きた。クラスのみんなが修学旅行に行ったために、朝から家にいた俺。両親は仕事に行ったので、家には俺とたかしの二人だった。お袋にたくさんの家事を言いつけられていて、仕方なくやっていた俺は、なんで修学旅行にも行けなかったのに、こんなことまでやらなくちゃいけないんだ。と、反抗期なのか、イライラが止まらなかった。そんな中、事件の引き金となる、たかしの笑い声が聞こえてきた。俺が自分の家の貧乏さに嘆きながら洗濯物を干しているのに、たかしはのんきにテレビを見て笑っているようだった。プチンと、自分の中で何かが切れたのを覚えている。気がつけば、俺はたかしの前に立ち、大声で叫んでいた。何がおかしいんだよ。ふざけんなよ。お前何のんきにテレビ見て笑ってんだよ。何もしないでテレビばっか見やがって。仕事くらいしてこいよ。言い終わった時、ものすごくすっきりした気がする。でもそれ以上に、俺は後悔していた。ろくに話したこともない相手に言い過ぎた。謝ろう、と口を開いた。その時、と突然たかしが大声で奇声を発した。いきなりのことにかなりビビった俺はあっけに取られる。そしたら、たかしは突如立ち上がって、奇声を発したまま家を飛び出していった。俺は両親が帰宅するまで絶句していた。その後はなんだか淡々としていた。帰宅した両親にたかしが出て行ったことを告げたら、二人とも少し驚いたみたいだけど、もう寝なさい、と言った。仕方ないから寝たけど、なかなか寝つけなかった。次の日、というかそれ以降、両親の口からたかしのことが語られることはなくなった。
だから俺も禁句なのかと何も聞けないでいる。ずっと家にいたおっさんがいなくなったのに、我が家はいつもの日常が続いた。ただ少しだけ変わったことがある。どん底貧乏だった俺の家が裕福になったのだ。たかしが飛び出してからはお袋も専業主婦になった。俺は中学では修学旅行を楽しんだ。なぜか我が家は幸せのうなぎ登りになった。たかしがいなくなって随分経つが、今でも時々考える。たかしは一体何だったんだろう。013から始まる電話。これは私が13年間生きてきた中で一番怖かった体験です。私は仲のいい友達とショッピングセンターのフードコートの机で勉強していて、その上には携帯を置いていました。その時、ブーブーブー、電話のバイブ音が鳴りました。私の携帯電話はスマートフォンで、知り合いとはほぼ LINE でしか連絡を取り合いません。なので私にとっては普通の電話がかかってくるというのはとても珍しいのです。番号を見てみると013から始まる番号でした。電話に出て、どなたですか？と聞いてもずっと無言。いたずら電話かなと思いすぐに切りました。私は関西に住んでおり、013から始まる番号は見たことがなかったので調べてみることにしました。調べると北海道の方からの電話でした。そうするとまた電話がかかってきました。どなたですか？ずっと無言なのです。少し腹が立ったので着信拒否にしました。そして勉強し終わり家に帰ると、次は非通知で電話がかかってきました。少し気持ちが悪くなって出るのはやめることにしました。そしてその1時間後くらいにまた非通知の着信。さすがに腹が立ったので、どなたですか？やめてください。と言いました。それでも無言です。そしてすぐに切りました。その日の夜、テスト前ということもあり、夜中の2時くらいまで起きていた気がします。そして寝ようとする瞬間に、ブー、ブー、すごく鳥肌が立ちました。恐る恐る出てみると、男性の声でお経のような意味のわからない言葉をずっと言っていました。すぐに切り、時間も時間で怖かったのですぐに親に言いました。そしてずっと着信音が鳴っているのです。とても怖くなり
電源を切って、携帯は親に預けたまま、その日は寝ました。翌朝、どうも親の顔色がとても悪かったのです。どうしたの？と聞くと、昨日、電源を切ったはずなのに、朝4時頃に目が覚めて携帯電話を見たら、勝手に電源がついていて、着信履歴の数が50件を超えていた。というのです。さすがに気持ち悪くなったので、その日に携帯電話をショップに持って行って、その携帯は解約して電話番号を変えました。ですが、ここでもう一つ、その携帯の写真フォルダを携帯ショップで見ていると、日付は昨日、時刻は昨日の朝の4時頃となっている。一つの写真を見つけました。その写真を見ると、見たこともない集落のようなところの写真でした。撮った覚えもなく、見覚えもない写真。このことがあり、今でも、非通知で電話がかかってくると、このことを思い出します。フィラデルフィア実験。この実験は1931年、ニコラ・テスラが設立したといわれるレインボープロジェクトの一環であった。当時のレーダーは、船体が発する特徴がある磁気に反応するシステムであると考えられていた。そのためテスラはテスラコイル、高周波、高電圧を発生させる変圧器で船体の磁気を消滅させればレーダーを回避できると考えていた。1943年、駆逐艦エルドリッチに船員を乗せ、初の人体実験を行うこととなった。すべての準備が整い、メインスイッチが入れられた瞬間、不気味な振動とともに、テスラコイルの周囲から異様なほど美しい、青白い光が乱舞し始めた。やがてドーム状にエルドリッチの船体を包み込むと、今度はどこからともなく、シュルシュルッと虫の羽音のような音が響き渡った。そして船内の至るところからパチパチッという電気的なスパークが発生し、その閃光が走った。この時、実に恐るべきことが起こった。エルドリッジ号の姿が消えたのである。大勢の軍人が見守る中、忽然と消滅してしまった。当時の資料には、それはあたかも霞のように空中に消えたと描写されている。一方、エルドリッジ号の船内では、次々に異様な現象が起こり始めた。青白い光が船体を包み込むと、頭上の青空は一瞬にして消え失せ、メインマストのアンテナと送信機材が、超高熱で溶けてしまった。被害は、突出している部分ほど激しく、雷に打たれたように爆発して弾け飛んだとある。
強烈な電磁波に包まれた船内では、恐ろしい事態が相次ぐ。体が燃え上がるもの、硬直状態になったままのもの、おぞましいことに、船室の壁に体が埋め込まれてしまうものさえ続出した。まさに船内は、地獄絵図の様相を呈していた。この時すでに、乗組員のほとんどが精神錯乱状態にあった。すべてが終わった後、エルドリッジ号に乗り込んだ軍人たちは、この世のものとは思えぬ惨状を目にした。人体の一部、あるいは全身が灰と化した人間の姿。発狂したまま空を睨むもの。体が硬直したまま呼吸が停止したもの。さらに異様なものがそこにあった。船内の各所から人間の体の一部が突き出ていたり、生えていたのである。正確に言えば、人体と船体が合わさった状態で発見されたのだ。また、生き残ったエルドリッジ号の水兵は、全員例外なく体の不調から入院し、そこから精神病院に送られる者が続出している。結局、生き残ったもので復帰したものはなく、全員廃人同然、もしくは亡くなるという結果となった。関係者の間でかなり動揺が走ったが、信じがたい結果になった中での一応の成功とされた。崖の上の写真立て。俺が大学時代の20年以上も前の話。友達がワンボックスの車を買ってもらったからって、仲のいい女の子たちも誘って、もみじ狩りに行ったんだ。山奥で湖があって、山道を歩くようなところなんだけど、結構有名なところだったみたいで、丸太で階段とか手すりが作ってあって、ちゃんと整備されてて歩きやすいし、気温もちょうど良くて本当に気持ちよかった。しばらく歩くと、黄色と黒のロープが厳重に張られていて、通行止めになっているところがあった。コース的にそっちにも行けてしまうけど、こっちには来ちゃダメですよって物理的に行けないように止めてあるんだけど、ロープがくくってある木をちょっと登ると越えられそうな、運動神経があれば行ける感じ。もみじにも飽き始めていたので、俺はその先にあえて行ってみることにした。運動神経には自信があって、女の子にも格好をつけたかった。周りの反対を押し切って、あまり深入りしないからってロープを越えて入っていったんだ。そしたら案外すぐ崖になってて、落ちたら30メートルか40メートル下の湖に落ちちゃうよっていう、火曜サスペンスに出てきそうな場所だった。まあ確かに危ないけど、何もないんだなと思って周りを見渡していたら、
崖っぷちの木の根元に、写真立てが崖側に向けて置いてあるのを見つけたんだ。崖側に回り込んで見てみると、普通の家族写真で、笑顔で父親、母親、子供三人で写ってた。まさかと思って周りを見たけど、お花もお線香もない。しかし、写真立ては無造作に捨ててあるわけでもなさそうだった。ちょっと気味が悪くなって、すぐに友達の元に引き返した。みんなが一応何かあったのかって聞いてくれたから、崖があって、写真があって、花が置いてあった。と、いたずら心から少し話を膨らませて答えた。これは非常にまずかった。女の子たちは呪われるんじゃないかと言い出して、泣き出しそうなほど怖がった。まあまあ、別に悪いことをしたわけじゃないんだし、とか言って、残りのコースを歩いて車に戻ったんだ。そしたら、最初に車に乗り込んだ女の子が大絶叫。すぐさま車の中を見ると、後ろの座席に写真立てが置いてあるんだよ。背筋が凍りついた。完璧に覚えていないからわからないけど、崖にあったのと同じもののようだった。連鎖的に他の女の子たちも悲鳴を上げて、阿鼻叫喚の地獄絵図。男どもも呆然自失状態。なんとか車の持ち主の友達が、うちの親戚の写真だわ、ごめんごめん、と訂正を入れて、勇敢にも写真立てをトランクにしまった。強引すぎるフォローだったが、その場は収まってなんとか無事帰宅。次の日に彼と会ったが、昨日の話はほとんどしなかった。写真立てがどうしても気になったので聞いてみたが、トランクはおろか、車の中のどこにもなかったらしい。その日、彼が撮りまくっていたインスタントカメラの写真が、卒業しても配られることがなかったことを考えると、俺よりももっと凄まじいものを見ていたのかもしれない。消えたタクシー。これは俺が体験した不思議な話だ。その日俺は一人で飲みに行っていた。気がついたらすでに深夜で、移動する足がなくなっていた。仕方がない、タクシーを拾うか、そう思っていると、ちょうど通りかかったタクシーがいたので手を挙げて乗り込んだ。〇〇までお願いします。はい、わかりました。しばらくは無言で走行していたのでよかったが、そのうちタクシーの運転手が身の上話を始めた。こうなると厄介だ。正直全く興味がなかったのだが、車内は二人きり。嫌がおうでも聞かざるを得ない状況になってしまう。そして、ひとしきり話し終えたのか、運転手は、
最近どうですか、お客さん。と、ついに俺にまで突っ込んだ話を聞いてきた。俺は、面倒だな。と思いながらも、つい身の上話をしてしまっていた。実はその頃、俺は仕事もプライベートも正不調で、かなり目いっている状態だった。タクシーに頼んだ行き先も、いわゆる自殺の名所と呼ばれるところ、つまりはその日、人生の幕を閉じようと考えていたのだ。もう正直、どうしたらいいかわからない。咳を切ったように、俺は泣きながら話をした。こんな客がいたら絶対に引くだろうな、と頭では思いながらも、俺は自分を止められなかった。しかしその運転手は真剣に、静かに相槌を入れながら話を聞いてくれた。さらには、人生には辛いことも多いけど、その分楽しみもある。今は辛抱しなよ、兄ちゃん。と言って励ましてもくれた。聞き上手な運転手さんに全てを打ち明けると、何か妙に気持ちが軽くなった感じがした。よく悩み事は見知らぬ人に聞いてもらうといいと言うが、俺も誰かに心の内を打ち明けたかったのかもしれない。お客さん、着きましたよ。タクシーが止まったところは俺の自宅前だった。目的地とは違ったが、帰ってこれたことに俺はほっとしていた。これは運転手に感謝だな、と思って名札を見ると、どこかで見たことのある名前が書いてある。しかし、どうしても思い出せない。まだこっちに来るのは早いぞ。さあ、降りろ降りろ。え？突然降車を促された俺は、思わずタクシーを降りた。するとタクシーはそのまま走り出し、暗闇に消えるようにではなく、本当に消えてしまった。信じられない瞬間だったが、不思議と怖い感情はなかった。なぜならその時、運転手が誰だったのかに気がついたのだ。それは、亡くなった俺のじいさんだった。そういえば、タクシーの運転手してたもんな。俺のこと心配になって来てくれたのかな。タクシーに乗っている時は、なぜかじいさんだと気づけなかったが、降りた瞬間、一気に思い出が走馬灯のように蘇った。じいさんと一緒に風呂で、本当に石鹸が目に染みるのかを試したり、部屋を真っ黒にして、映画館風にテレビを見たり、親が寝ている深夜にこっそり抜け出して、あてもなくドライブに出かけたり、
じいさんにはとても可愛がってもらった思い出が山ほどある。じいさんが天国でも元気にやっていると分かってからは、俺も自暴自棄になることもなく、今もなんとかやっている。変な趣味。俺にはちょっと変な趣味があった。その趣味というのが、夜中になると家の屋上に出て、そこから双眼鏡で自分の住んでいる街を観察すること。いつもとは違う、静まり返った街を観察するのが楽しい。遠くに見える大きな給水タンクとか、酔っ払いを乗せて坂道を登っていくタクシーとか、ポツンと佇む眩しい自動販売機なんかを見ていると、妙にワクワクしてくる。俺の家の西側には長い坂道があって、それがまっすぐ俺の家の方に向かって下ってくる。だから屋上から西側に目をやれば、その坂道の全体を正面から視界に収めることができるようになるってわけね。その坂道の脇に設置されている自動販売機を双眼鏡で見ながら、あ、大きなガーが飛んでるなぁ、なんて思っていたら、坂道の一番上の方からものすごい勢いで降りてくるやつがいた。なんだ?と思って双眼鏡で見てみたら、全裸でガリガリに痩せた子供みたいなやつが、満面の笑みを浮かべながら、こっちに手を振りながら、猛スピードで走ってくる。やつは明らかにこっちの存在に気づいているし、俺と目もずっと合っている状態。ちょっとの間、あっけに取られて呆然と眺めていたけど、なんだかすごくやばいことになりそうな気がして、急いで階段を降りて家の中に逃げ込んだ。ドアを閉めて鍵をかけて、うわ、どうしよう、どうしよう、なんだよあれ、って怯えていたら、ダダ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 、屋上への階段を登る音が、明らかに俺を探してる。すごいやばいことになっちゃったよ。どうしよう。マジでなんだよあれ。って心の中でつぶやきながら、声を潜めて物音を立てないように、リビングの真ん中でアイロンを武器に、両手で握りしめて構えてた。しばらくしたら、今度は階段をズダダ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 ダって降りる音。もうバカになりそうなくらいガタガタ震えていたら、ドアをダン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 と叩いて、チャイムをピンポン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 と鳴らしてくる。って感じで、やつのうめき声も聞こえる。心臓が一瞬止まって、ものすごい勢いで脈打ち始めた。さらにガクガク震えながら息を潜めていると、数十秒くらいでノックもチャイムもうめき声もやんで、元の静かな状態に。それでも突然、何かが起こるんじゃないかと、緊張は解けるわけもなく、
日が昇るまでアイロンを構えて硬直していた。あいつは一体何者だったんだ。もう二度と夜中に双眼鏡なんか覗かない。水恐怖症。俺は元水泳部だ。だけど今は水が怖くて幼児用のプールにも入れない。その原因となった話をしようと思う。数年前の冬、友人の松山に呼び出されたのは夜10時も回った時だ。翌日は休みだったし、予定もなかったから呼び出しに応じた。女癖が悪くていざこざに巻き込まれること過去数回。自己中だから友人も少ない。今回も振り回されるということは覚悟していた。部屋に着くなり松山が服を投げてよこした。夜釣りに行くのだという。軽装だったから確かにこのままで行ったら寒い思いをするだろう。コートだけでいいよと言ったんだけど、汚れるからと言われて一式借りることにした。自己中な松山にしては気が利く。俺と松山は体型がよく似ているから借りた服はぴったりだ。松山の服を着て帽子までかぶると、鏡に映る自分が松山にそっくりで、ちょっと不思議な気分がした。行き先は車で30分程度の沼。釣りは詳しくないから、どこで何が釣れるかなんて知識は全くない。言われるままに餌をつけて糸を垂らした。月明かりで水面に浮かぶ浮きが揺れるのをぼーっと眺める。釣りは誘われればする程度だし、暗いし、会話もないし、暇だ。それにしても、こんな時間に俺を釣りに誘うなんて、松山もよほど暇だったんだろう。ふと思い出して松山に尋ねた。そういえば彼女は？翌日が休みともなれば、大概は彼女と一緒にいたはずだ。特に今付き合っている女は、べったりするのが好きなんだとのろけられていたし。ああ、そのことなんだけどさ。不意に真面目な顔をして、松山が俺を見た。お前、幽霊、信じるか？俺の質問を、無視した質問で返されたけど、松山との会話ではよくあることだ。ぶっちゃけ俺は幽霊とか妖怪だかは信じていないたちだった。そう答えると松山は笑った。だからお前を呼んだんだよ。そう言って松山は俺が嫌いな類の話をし始めた。あの女な、自殺したんだよ。一緒に海を見に行って、そこで喧嘩してヒステリー起こしてさ、俺頭に来て女置いて一人で帰ってきたんだ。
家に着くなり警察から電話。女が俺の連絡先を書いた遺書を残して海に飛び込んだんだと。近くにいた釣り人が見ててさ、すぐに連絡してきた。死んでたよ。遺体は1週間前に上がったそうだよ。10日くらいは水に浸かってたみたいだな。それからだよ、風呂にお湯を張れば風呂の中に女の顔、川を見ればこっちを見てる。しまいや味噌汁やコーヒーの中からも出てくる始末だ。どうやら水が溜まってるところに出てくるみたいだな。俺は大笑いした。どうやら自己中なこの男にも罪の意識は人並みにあるらしい。だって幽霊が本当にいるなら死んだ直後から出るんじゃないか。そう言うと松山も笑った。じゃあお前怖くないよな。実はさ、そこに今もいるんだ。そこと指さしたのは松山から少し離れた水際だった。もちろん俺は怖くない。ここか？立ち上がってその場所に立った。松山も立ち上がって隠れるように俺の背後に立った。なんだよ、怖いのかよ。普段からは考えられない松山の怯えようがおかしかった。あの女、目が悪かったんだ。コンタクトなしじゃろくに見えないくらいな。松山がボソボソと俺の耳元でつぶやく。ドンと背中を押されて俺は沼に落ちた。落ちたと言っても岸と沼の高低差は30センチもない。加えて沼は浅くて尻餅をついた俺の膝までしか水はない。ふざけるなよ。立ち上がって岸に上がろうとしたとき、何かに足が絡まった。もかゴミかと振りほどこうとしたけれど、足が上がらない。松山は引きつった笑いを顔に貼り付けていた。悪いね。足に絡まったものはどんどん這い上がってきた。目をやるとブクブクに膨れた手が月明かりに照らされて異様にはっきりと見えた。本当にテンパった状態だと悲鳴も出ない。手が伸びて膝を這い上がり腰に届いた時に水から頭が覗いた。生前の彼女を見たことがあったけれど面影は何一つ残っていない。腰に抱きついて俺を水の中に引きずり込もうとする。助けを求めようと岸を見ると松山の姿はなかった。エンジンの音が遠ざかっていく。女は完全に俺に覆いかぶさった。
死ぬ。殺される。そう思ったとき、不意に体が軽くなった。耳元で声が聞こえた。また、置いていくのね。息がかかるくらい近いけれど、その声で空気は動いていない。連れてって。生臭い匂いがした。体中が氷漬けになったように冷たい。沼から這い上がって、どこをどう歩いたのか記憶にない。気がつくと自宅の玄関で子供みたいに泣いていた。沼の水を吸った衣類を脱ぎ捨ててゴミ袋に詰め、シャワーを浴びる。どんなに熱いお湯をかけても背中が冷たい。布団にくるまっても寒くて寒くて我慢できずに、元凶の松山の家へ車を飛ばした。松山も普通の状態ではなかったのだろう。鍵が開いていた。扉を開けた瞬間、背中から何かが抜けたような気がした。おい松山。ふらりと奥から出てきた松山は、俺を見るなり真っ青になって震え出した。ぶん殴ってやろうと手を伸ばして、松山の視線が俺の後ろにあることに気がつく。お前、水ないのに。背後から生臭い匂いがした。ここに一秒でもいたくない。いてはいけない。目をつむって松山を突き飛ばし、つまずきながら部屋を飛び出した。翌日、友人数人を誘って松山の家に向かった。死んでいたら最後に立ち会った俺が疑われるだろう。妙に現実的な考えを頭に浮かべながら、友人たちに先を譲る。やはり鍵は開いていた。先に入った奴が呼びかけているが、返事はないようだ。上がるぞ、と声をかけて上がり込んでも、まだ俺は部屋の外にいた。松山。おい、松山？友人の慌てた声に、やはり、とため息が出た。自業自得とはいえ、最後まで面倒ごとに巻き込まれてしまった。おい、なんだよこいつ。どうしちゃったんだよ。おい、俺がわかるか？様子がおかしい。どうも、死体を見つけた雰囲気ではない。覚悟を決めて部屋に入ると、友人たちに囲まれて、ヘラヘラと笑い続ける松山がいた。目の焦点が合っていない。頭からぐっしょりと水をかぶったように濡れている。
っかりしろ、松山。と壊れた松山は笑い続けるばかりだった。呆然と立ち尽くす俺の背後に、また生臭い匂いの気配が立った。ありがとうね。俺はこの件以来、海にも沼にもプールにも近づけなくなってしまった。H18 号室。俺は今高校1年生なんだが、国語の担当の先生がものすごく雑談が好きで、授業中によく雑談を話してくれるんだ。いつも通り決まった時間に授業が始まり、その授業の時は怖い話をしようということになったんだ。そしてその怖い話が今回の物語になる。ちなみに先生は幽霊の存在を信じてはいない。先生が経験の某私立高校に通っていた時の話。先生は当時高校1年生、やっと高校に慣れてきた夏で、寮で生活をしていたそうだ。縦長の長方形を思い浮かべてほしい。ドアとベランダは縦一直線につながっている。左側に二段ベッド、右側に机がある。簡素なものだ。ちなみに部屋は6階建ての5階で、305号室。その寮では、消灯が午後11時30分で、命綱の冷房は12時半頃には切れてしまう。だから、部屋が涼しい間に寝ないと暑苦しくて寝られないので、消灯時間にすぐに二段ベッドの一段目に横になったそうだ。しかしその時はなかなか寝つけなくて、結局12時半まで目が覚めたままだったそうだ。そしてやっとうとうとしてきたところで人の気配がする。先生はせっかくうとうとしていたのにとイラッとしていて、二段ベッドの一段目から見ていたら、その人は夏なのに長袖を着ていたそうだ。顔は上の段で隠れていて見えない。そしてその人は一直線にベランダに向かってそのまま戻ってこなかった。その時先生は寝ぼけていたので、誰かが外に涼みに行ったんだと思ったらしい。そしてまたうとうとしていたら、トントンとノックの音が。先生は友達がいたずらで来たんだと思い後ろを見た。ドアから逆三角形のモザイクガラスがついていて、そこから顔が見えていたので無視。そして先生は、どうせすぐ帰るやろとたぬき寝入り。しかし20分、30分、それ以上経ってもずっとそこにいる。そしたら廊下の奥で声が聞こえる。まるまる、先生の名前だ。まるまる、まだ起きとるやろ
絶対起きとる。と騒いでいたので、先生はさすがに眠くてイライラ。そして、友達が先生の部屋のドアの前に行き、まるまる、起きとるやろと、ドアをバシバシ叩く。それで、堪忍袋の尾が切れた先生は、いい加減にしろよ、お前ら。とブチギレ。友達は後ずさって、先生はドアをくぐろうとしたとき、べちゃっ。そしたら、足元に液体らしきものが。よく見ると血だった。しかも、今出てきたような、新鮮な。それで先生は、あ、トマトケチャップだ、と思ったらしい。でも、トマトケチャップにしては色が濃いし、何より、ケチャップを一本丸ごと使ったような量だ。その友達は、ちょっとは血を流したりのいたずらなどはするそうだったが、明らかに量がおかしかったそうだ。それで友達は、あ、と言って、まるまる、ここは俺がしとくから、お前は休め。と、かなり態度が違ったそうだ。そして次の日、先生は昨日会ったことを先輩に話すと、ああ、やっぱりか、と言ったらしい。そして先輩は先生に、あの部屋にいて夏まで持ったのはお前だけだよ、と言った。その後、先生は先輩に詳しく話を聞くと、その寮が建て替えられる前の休館で、冬に高校生が首吊りをしたそうだ。昔はアルファベット一つと二桁の数字で部屋を分けていたらしく、そこは H18 号室と言った。その後、やはりそういった不幸なことがあるという部屋だったということで、そこはずっと物置だったそうだ。そして建て替えられて新館になった時に、そこも一新されて、先生が元の H18 号室にたまたま住んだそうだ。しかし、この事実を知られると、必ずそんな部屋は嫌だ、と言うだろうから、すぐに部屋替えをしなければならないし、管理人さんも部屋替えが大変なので、先生にはこの事実は告げるな、と、一年生全員に言っていたそうだ。そのことがあっても、先生は幽霊を信じない方なので、あれは夢だと思って、そこに住んだそうだ。部屋替えとかめんどくさいし、あれ、寝ぼけてたんじゃね?みたいな。先生は忍耐強くそこに住んでいたが、ずっと奇妙な音が続いていて、カーン、カーン、と、軽い金属音のような音が、隣の部屋に行ったらその音は聞こえない。がしかし、隣に響いてもおかしくないぐらい音がでかかったそうだ。どこを叩いてもそんな音は出ない。そんな日が続いた。
とにかく原因のわからないラップ音のようだったと先生は語った。そしてしばらく経って大変な事態になった。その大変な事態が起こった日はちょうどお盆で、ほとんどの寮生が帰省していた。夏の課題もなく、わずかな夏休み中だった。その日、寮に残っていたのは三人。先生と先輩と中学生一人。先生の高校は中間一貫校だ。それで先生は自分の部屋でのんびりとしていた。そしたら、バーンと大きな音。ビビって窓を見ると、明らかに首を吊った人のだらんとなった足が見えていたそうだ。それで先生は猛ダッシュで1階まで駆け下り、誰もいたずらをしていないのかを確認。中学生はロビーでテレビを見ていて、先輩は管理人さんと話していた。明らかに誰かがいたずらなどできる状況ではなかった。それで先生はすぐに部屋を変えてもらい、その後は怪現象はなかったという。しかもその H18 号室は今も存在しているが、頑丈な南京錠や鎖を巻きつけて閉鎖されている。そしてこれは直接の関係はあまりないとは思うが、話しておこうと。一応は後日談だ。時は過ぎて先生は20歳、ちょうど教育実習中で、またそこの某高校へ赴任したそうだ。 H18 号室のことなどは忘れてしまって、久々に仲間と飲んでベロベロの先生にある考えが思いついた。家帰ってまた明日行くの面倒いから、寮を開けてそこで寝ればいいんじゃね？と考え、先生は早速実行に移った。寮の鍵を開けてベロベロで5階まで上がっていった。そして部屋に入ると急に喉が渇いてきた。しかしまた1階まで行くのは面倒くさい。しかし喉が渇いて渇いて仕方なかったので、1階まで懐中電灯を持ってまた行った。しかし誰もいないので自販機は動かない。勝手に電源を入れたりしたら管理人から後で怒られる。そこで先生は食堂の冷水器の水を飲もうと考え、コンセントをつなぎ水が冷えるのを待っていた。先生と呼ばれて、先生は、なんや？と普通に返事。生徒は誰もいない広い食堂に自分の声だけがこだまし、急に酔いより怖さが膨れ上がってきた。ダッシュで5階まで走り、学ぶるで朝を迎えたそうだ。高校に行って先生は携帯電話を忘れていることに気がついた。寮に忘れたのだ
と気づいて寮に向かった。寮に入ろうとしていた管理人に状況を説明して、先生は怒られながらも携帯電話を取らせてもらった。どの部屋に自分がいたのか忘れたので、管理人の携帯を借りて自分の携帯に電話した。早速5階に行き、一つ一つの部屋を着信音が聞こえないか確認していった。奥に行くにつれ、少しずつ携帯の着信音が聞こえてきた。先生は急いでそちらに向かった。そして先生は絶句した。自分が入っていたのは、元 H18 号室。その部屋の中から、自分の携帯の着信音が聞こえてくる。先に説明したように、閉鎖されて、頑丈な軟禁錠で閉められていた。破壊された形跡はない。そして、また管理人に話し、また怒られ、軟禁錠の鍵を外した。管理人の携帯を切っても着信音は止まらなかった。画面を見るとメールが一件入っていた。そのメールには、今度は一緒に行こうね、今も先生は自分の部屋に行くと誰かの視線を感じるそうだ。幸い何回かお祓いをして、やっとつきものを取ることができた。しかし坊さんが言うには、冬服の高校生以外にも取り憑かれていたそうだ。その後昔の先輩を問いただして聞くと、 H18 号室が物置になったのは初めの事件から10年後のこと。その10年間は一部事故などもあったらしい。先輩はその10年間にあった出来事は教えてくれなかった。そしてあの日の先生も、寮に鍵を開けて入ったことやダッシュで逃げたことなどは覚えているが、どうやって出入りをしたのか、なぜ5階の元 H18 号室に入ってしまったのかは覚えていないという。